はい、皆さんこんばんは。今日の舞台は兵庫県から面接に来たおっちゃんがいてた面接に来てお尻が4つに割れたっていうおっさんの店の話をまた少ししましょう。はい、よろしくお願いします。今日も前働いたそこの、ラーメン屋さんなんですけども、近所にね工場があったんですよね。で、その工場っていうのは鉄筋関係の工場なんですけども、で、そこの社長さんもよく食べに来られとったんですけどね。で、あっちこっちの国からその働きにね、来られたわけですよ。で、ある日にねアメリカの方3名連れてきまして、今日からうちで働くことになった3人やねんって○○○○○○○名前なんやボビーやらなんや忘れたけど、トムかなんか知らんけど忘れたけど3人いてて、1人だけね黒人さんがおったんですよね。で、他の2人は結構なんか片言の日本語喋ってはるんですよね。でもその黒人さんだけね、なんか全然喋らないし、まだこう日本語に慣れてないというか、そういう感じだったんですね。で、実際におった時でもそういう全然喋ってなかったか、まだ慣れてないかなと思って、で、分かりましたって言って、また食べに来たらなんかサービスしますわってうちの店長が言うて、ほんで初めて食べに来た時ですよね。普通に食べて帰って、無言で帰りまして、ごちそうさま、もう言いませんでしたね。一言も喋れへんかって、やっぱり無理なんかな、日本語まだ覚えられへんのかなって。で、いつ来たんか知らんけどつい最近やなって、社長が連れてきたぐらいやからって、で、別に気にせんと話しよったんですよ。で、彼も皆さん知ってますよね。で、アルバイトのお兄ちゃんが昼間そのね、昼あれ何時やろう、1時回ってからかな、で工場の休憩時間がどういう風になってるのか知らんけど1時回ってから来たから、あいらっしゃいませって一人で来たんですよね。で、メニューを見てこう指さして、普通の醤油ラーメンとご飯、わかりました。で、いつもの調子でまたこう日本語に慣れてないから説明できへんのかと僕らは思ってますよね。で、バイトの子が今日もあれ見て、すごいな、日焼けしてるよなって。また泳ぎに行ってんで、って言って。どこどこの、どこどこに、って言って。で、みんなでわー、笑っとって。で、帰るときに、はーい、はーいは言えんねや、と思って。で、お会いそして。言うとくけどな、どこも泳ぎに行ってへんし、って。なんでやねんって。